ロ市県は中華人民共和国河南省三門教師に位置する県。村委員会は名目上の大衆自治組織であり、各村の具体的な事務に大きな権限を留保しているが、中国共産党も村支所と村主任を通じて末端をしっかりと統制しており、村支所と村主任になるためには中国共産党党員になることが条件の一つである。 2019年4月、中国共産党中央は、中国共産党農村工作条例を交付し、その中で農村工作に対する党の全面的な指導を堅持し、党が農村工作において全局を総括することを確保することに言及した。村の党組織初期は、法廷手続きを経て、村民委員会主任と村レベルの集団経済組織、 協力経済組織の責任者に就任し、村の両委員会チームのメンバーのクロス人間を推進しなければならない。ロシケ県は2021年の新しい末端選挙で、村主任と村の支援者が肩を持つ政策を全面的に実施し、中国共産党の末端統制を強化した。注意すべきなのは、この政策は強制的なものではなく、 当選した村の仕掛けが村の主任を兼任するわけではなく、合法的な選挙手続きを経て、両委員会の責任者を兼任しなければならず、投票権は村民にあるということが2019年にコロナウイルスが発生した後、ロシケ県はコロナウイルスとの戦いで大きな効果を上げた。流行の初期にロシケ県は村を封鎖し、コミュニティを封鎖し、ウイルスの電波を厳重に防止し始めた。 この措置は1ヶ月にわたって実施された。2020年3月、露シ県は部分的に開封し、4月には完全に開封した。2021年4月現在、露シ県では一人も感染が確認されていないが、住民は自発的に公共の場でマスクを着用している。国民の自覚と政策の徹底により、露シ県は2020年まで経済成長を維持する。 中国有数の県となった。露シ県は、港が超高量流域にまたがっており、県全体で2400余りの河川、渓流が流れ、その内流域面積100平方キロメートル以上の河川は14本。県全体の水資源量は8億4600万立方メートル、地表水の年間流出量は8億4000万立方メートルで、 総開発利用量は4億6600万立方メートルに達する。露資県には52種類の鉱床があり、潜在経済価値は1兆元を超えている。モリブデンタングステン埋蔵量は3億トンで、河南省の上位に位置している。鉄鉱石の埋蔵量は7800万トン、長期埋蔵量は1.5億トンで、省で2番目に多い。安々港とリチウム鉱は、 河南省の特色ある高産物で埋蔵量は全国の上位に位置している。南部の良質な化学石灰岩は超高位北で最も良質な化学石灰岩と考えられている。ありがとうございます。